第3章面談、まあ、初めての方もいられると思うので、例によってその今までの話のうち重要な点だけ繰り返してお話ししますと、今仏性っていう、大体ね、禅でもやろうっていう人はね、あんまり勉強の好きな人がいないよ。それで、禅は仏教教学とは関係ない。だから勉強しなくていい。それで俺の勘で読めないって言って、そのぐらいのね、つもりの人がいるらしい。しかしね、まあ、つまりそういう人は頭が雑把になる。ところがね、確かにあなたは勉強みたいで、で頭は雑把かもしれない。この仏性の巻を書かれたね、この道元禅師はね、あれですね、大体比叡山でも腹いっぱい仏典を勉強してこられて、それだからこの仏性の巻だって、そういう仏典を十分勉強した上で書かれてるんだね。それを我々のその雑把な頭の勘でいきゃいい、いわゆるあるいは漢字でいきゃいい、あるいは直感でいきゃいい、そういうつもりで読み始めたらね、これはまあ見当違いになるに決まってんだ。ところが事実としてね、今その正法言動の方の早い話が仏性の巻にね、講釈してる人で、その程度でもって講釈してる人が事実いるんだから、ね、だから私今あえて言う。それでしかしね、だから正法言動をね、その読むためにはね、この一応仏典もね、仏典についても学ぶべきは学んでおかなきゃ。しかしただ文字の詮索してりゃいいってもんじゃ絶対にない。大切なのはね、仏道を習うというのは自己を習うなんだ。仏典の言葉をいちいち自分に当てはめて、でよく自己のものとして言うと、まず、ところがまたその自分っていうのは、いわゆる普通世間で言う俺俺って言ってる自分じゃないか、仏法としての自己、それから他の人界としての自己、決して世の人界じゃない、他の人界しての、他の人界としての自己だ。そういうんだが、結局やっぱり腹いっぱい座禅すべきは座禅して、そして、ありはなくちゃならない、ね。で、ここに言う仏性っていう言葉一つでもね、それなりの典故がある。それで、その典故を調べないでね、仏は仏だ。仏性の性は性質だ。だから、仏の性質だって、まあ、そのぐらいのつもりで読めば、全然、この仏性の巻はね、見当が外れちゃう。そんな無茶な乱暴なことしちゃった。で、例えばね、よく時々新聞なんかね、あなたは神を信じますか、信じませんかって、あると思いますか、ないと思いますかっていうようなことをアンケートを取ってさ、その結果を発表してる学者がいるわけ。そんな新聞なんかによくそんな発表して、不特として発表してる学者があるけど、こいつバカじゃねえかと思うね。いや、今神っていうのは一体 何をあなたは 神と思っていますかって、その方が根本だと思う。それこそ何て言うか、狐つきみたいなのを神と思ってるっていう人もいるんだしね。ニワトリが卵を産むように
毎日のうちの神様は卵を一つずつ産みますっていう、そういう人の話事実聞いたことある。そんなのとさ、まあキリスト教の神もあるだろうし、マホメット教の神もあるだろうしね、そんなの人をひっくるめにして神があると思いますか、ないと思いますか、そんなのアンケートを取ったって本当に意味ないね。それと同じように今仏性っていうのね、仏性の巻を考察するのに、その仏性は仏性って言う以前に仏性とは何か、それが仏典について一応は学んどかなきゃ。でまあそういう意味でね、私今この仏性の巻を始めてから毎回初めにこの仏性とは健康としてはどういうのかっていうお話してるわけです。でそうでないと仏性の巻より損なうからね。で仏性の巻の出典根拠健康はね、まず第一大発涅槃経巻25四十九文第23にね、仏性とはすなわち第一義空なり、第一義空は名付けて中道となす。仏性は第一義空、これは中道なの、これが天国ですね。ところがその これだけ天国はこれかって言って分かったから言ったからって第一義空ってのを知らなくちゃ何の意味もない。そうすると第一義空とは何かってこれまた調べなきゃ。で第一義空の意味はですね、大本般若経文上本第18に何らおか第一義空となす。第一義は涅槃になる、涅槃の涅槃たるは空なる、上にあらず別にあらざるが家に多い要するにこの第一義っていうのは涅槃、でこの空っていうのは情にあらず、滅にあらず、こういうわけ。ところがまたこの涅槃って何だ、涅槃ってはお釈迦さんが聞いたことだって、そんなんじゃまだ、だからお涅槃団子って配るんだ、そんなんじゃ話は全く違う。でまた涅槃についてもその調べるとこがしまる調べる。そうするとこれも大発涅槃用その四句本第23ですね、まあいろいろは書いてあるけれど大切な本質的なとこだけ拾うと、その涅槃とはすなわち煩悩諸欠の火を滅する、それから煩悩でもって頭でもってくるくるってこうなんか結ばれるんですけどね、その火を滅する。大体涅槃とニルバーナっていうのはろうそくの炎やなんか火を振ったって消すことが大体あれらしいけれど、それをその我々仏教では煩悩諸欠の火を滅する。そして涅槃とは非狂気に名付く、非狂気というのはつまり帰するところ、つ
つまり どうなのか、我々の人生ね、つまりどうなのか。じゃあ例えばかっこいいっていうんでもって、そのいろんな格好をして得意になっていくけど、つまりどうなのかってね、全くそういうのネクラって言うんだぞ。それじゃあネアカってのはどう、ネアカって言ってどうなのかっていうか、もうつまりどうなのかって、やっぱりこれもネクラだ。全くね、その本当の意味でもって、そのつまりする人生のつまりするところはどこかって、これが大切だ。でこれがまあ毎度お話ししているこの、仏性の天皇ですね。それで今それを今自己に当てはめて、一体どういうことかっていうのを考えてみます。そうすると煩悩諸欠の火を滅すっていうのは一体どういうのか、煩悩が全くなくなるのか、そんななくなることはない、どうせね生きてるから。つまりその結ぼれを解くっていうことだからね。要するに私がいつも言うように、なんかあのなんか煩悩っていうのは頭の中でこう考えるの、しっかりこう握っちゃう、これで結ぼれてる、それを頭手放しって言うと落っこちるでしょ。これが信心脱落のこの頭手放し、そして結ぼれを解く、そこまだね、この必勝期期のところが全く、その要するに頭でもって生命の実物から宙に浮くんだね、我々いつでも。その宙に浮くから、またドサンと落っこちるところができる。それでその頭手放ししたんだよ、生命の実物に帰ったところでは、その宙に浮いてない、生命の実物っていう大地で生きていくっていうことね、これが秘境、帰るところだ。それが第一、涅槃ね。ところがそういうもの、秘境、帰るべきところとしてのこの煩悩諸欠の火を滅するって、この頭手放ししたっていうところは、あの決まってあるのかっていうね、決まってあるのじゃない、だから情にあらず、いやもう俺は悟ったって言って、そういうふうに決まってあるならね、いいんだけど、そんなふうに簡単に決まってないんだ。それじゃあ全く、ないのか、全て断滅したとこかって、別にあらず、ね、化身滅地じゃないんだ、生きてる限りはもうないわけじゃん。それがあれですね、煩悩諸欠の火を滅したところが秘境みたいな、それは情にあらず、別にあらず。そしてそれを中道って言う、これをだから中道の中は中途半端の中でない、適中する道。つまり仏性ということはどういうことかというと、この生命の実物に的中していく道ということなんです。私がこの前に言うけど、必教起承運転がで、ところがその必教起承運転がね、難しいとかね、この今日汽車運転って簡単に決まってんならいいんだけどね、その今そういう秘境汽車っていう生命の実物、まあ生命の実物の話から入りましょう。この今私はいつでも生命の実物っていう言葉を使って、まあ私の話聞きに来られる方、もう耳にタクはできるほど聞かされてる言葉です。ところがね、これがね、生命の実物って言って、もう私に
その生命の実物っていう言葉が出てくるまでにね、どれほどその、大変か、大変だったかというのはね、生命の実物っていう言葉を言い出したのはね、昭和46年に生命の実物っていう本を出してんだから、それ以前です。マストラックの 1,2 年前であるのかもしれない。そうするとちょっと13、4年前で、これはね、このそれから今ね、生命の実物っていうのをね、じゃあ英語に翻訳すると何て言うか、トムさんの話聞いてるといつでもレアルって言うね。まあそれ以外に訳しようがないらしい。ところがね、今私が言う生命の実物はね、その英語で言うレアリズムのレアルじゃない。どこが違うか、いわゆるレアリズムのレアルとかね、それから仏教でいう諸法実相の実相のね、あるいは真の実際の実際、あるいは如実の実が如実のね、それから私の言う生命の実物のね、それとどういうところが違うか、これは言いたかったわけ。生命の実物っていう言葉を使い出した時からそれがズバッと言いたかったんだけど、それが出てきた。どうしてもそのいや、私はいつも言うように、一句はでもね掘り下げた話を毎回したいっていう、それだけの思いで一生懸命だ。それで言いながら、この口のこの辺まで出てきていながら、それがズバッと言えない。なかなか苦心してるんですよ。いや、その生命の実物っていう言葉を言い出すまででもね、これ私は大体自己っていう本に書いてある思い以上の私っていうね文章ね、あれは昭和28年頃書いてる。だからちょうど30年ぐらい前だけどね、その思い以上の私ってあるスポーツ見てもらえば分かるけど、思いでつかまなくてもある事故ってね、その我々いつでもこれが俺だってこう掴んでるわけだ。だけどこの思いでつかまなくても手放しにしててもある事故って、それを思いでつかまなくてもある事故っていうと、あんまり持って回ったいい言い方だから、まあ思い以上の私ということにしておくっていう文章ある、書いた覚えがあるからあると。ところがね、そのだから思いでつかまなくてもある事故という私、そこまで表現してる。ところがそれが生命の実物っていう言葉にまでつながらないんだね。思いでつかまなくてもある事故、思い手放ししてもほらこの通りあるってね。そういう実物を、だからこれを実物ってね、いやいいんだけれど、それが出てこなかった。それでまたそれから15、6年も経ってから初めてその生命の実物っていう言葉が出てきて、それじゃあって、それがレアリズムのレアルじゃないんで、そのどこが違うか、それをズバリと言いたい。ここまでやっぱり出てきてるんだけど、それは言えなかった。で、一旦言葉として出れば、皆さん分かって、ああ、生命の実物ってね、誰使っても不思議でないような言葉だ。ところがね、いちいち、私は、そういうはっきりズバリとした言葉で言うために、非常に苦心してる。どの言葉でも、10年、20年って、その苦心していない言葉はないくらい。いや、そんなことをね、あえて今ね、持ち出して言うのは、これから言う言葉が、ざっと聞いてね、
いい言葉じゃなくて、素晴らしい言葉なんだってことは印象してもらいたいから、ね、いやもう今までにすでに何遍も言ってんだけど、おそらく皆さんの頭にこう滑ってると思う。だからそのあえて印象づけるためにこれだけの野村家を言ってるわけだね。で、じゃあそれはどういうのか、西洋のリアリズムではね、大体西洋人というのはいつでも2つに分けて考えてる、頭の構造を持ってそれで全ていいも悪いも正しいも正しくないものもあらゆるこう分析するでしょ。分析するってのは分けるで、分別するか2つに分別するか、それではっきり分かる、ね、要するにものをはっきり分かるっていうためにはね、定義ってことが大切だ。定義っていうのは例えば存在っていうのをはっきりさせるためには無とはっきりさせなきゃ、無じゃない存在あるってね、そうすると存在っていうのはまたこう分けるのにね、物と心を分けるね、物をはっきりさせるためには心じゃない存在とこうね、だからこういうのをね、主差っていうかね、これとこれとの違いを主差プラス類、類プラス主差っていうのが定義の定義だ。でこの物っていうのをまた分けるのに生物と無生物ってこう分けるね。でこうみんな話はよく分かるでしょ、こう2つずつね、こう2つあれしてこれじゃないこれこういうんで、それで分別して、よく分別して訳分かる分別っていうのは訳分かるっていう意味だからね。だから西洋の学問は非常に、訳が分かる。ところが本当に訳分かるのかっていうとね、それで西洋の学問がそれじゃ絶対的かっていうとね、本当はそうでない。その物と、早い話が物と無生物と生物と その限界っていうね、どこかってね、実際に科学的に言うとわからないよ、そうだいや私が言うんじゃないよ、ちゃんとした第一級の学者がそう言うからね。でそんなにわかるもんじゃない、だけれど一応こうするとわかるような気がするって、ね、それと同じようにね、今こういう存在とか物とかってこういうものをひっくるめた根本にね、何のどういうふうに分けているか、あらゆるこれはね、世界認識、この世界認識認識にはね、認識主体と客体と主観と客観だね、主観と客観、これがその2つがあるっていうことが西洋の西洋哲学の認識論のでも1ページでも開いてください。一番初っ端に出てくる主観と客主体の認識対象、ね、それがまず初めに分かれる、分けて
そしてこの2つが関係し合うところに一つの経験が起こる、認識経験が起こる。結び合わせたところ関係し合うね。見る人と見られる人と関係し合うことによって一つの認識が起こるっていうね。これがあの西洋人のものの考え方の根本だ。ところがこれが、そういう主観と客観と脳と諸と自己と世界にとってそういうふうに分ける、これは一つの前提なんだっていうことを知らないほど、そのこれは当たり前のこととしてもう前提されきってる。そうしてですね、いわゆる西洋のレアリズムのレアルっていうのはね、この主体の側じゃなくてこの客体の側をレアル、まあ、普通我々 の、 あの日常会話でも実物っていうと、ほらそれそこにある実物があってね、実物通りっていうのは向こう側に使う。これも要するに人間に見られるっていうね、見る見られるっていうね、二つを脳小を分けて、そして向こう側の話、心が今も言うようにだ、今その仏教でいう諸法実相の実相ですね、それから、真の実際の実際、あるいは私の言うその生命の実物、あるいは如実の実、これじゃない。決してね、自他、脳諸、主客分けた上での向こう側の話じゃない。そうじゃない仏教の 実っていうことはね、実物は生命の実物はこの2つが分かれる以前、だから脳と諸が分かれる以前だから、もう この全体も ここにはたくさんの世界がある、多様の世界がある、多様の世界ですね。この多様の世界が分かれる以前、それがね実物なんだ、生命の実物なんだ。だからあるとないと分かれる以前、だから生きてると死ぬとっていうのが分かれる以前、あるいは真とも悟りと迷い、自分と世界、あるいは苦と楽、幸福と不幸、成功失敗、あらゆるね、まあ、合格不合格っていうのも分かれる以前、こういう実物で、だから一切分かれる以前の実物って言っていい、どんなものか、一切分かれる以前だから何もないのかって、ほらこの通りってね、これが諸法実相だ、ありのまま。諸法実相っていうことは、まあみんな初めちょっと仏教を感じた人はみんな初めから聞いてる言葉だけど、諸法実相っていう言葉はそういうふうに定義ってはっきりさ、一切分かれる以前のありのままってね、そこまで言い切ってるその仏教の人いないんだから、だからはまだ分かんない。やっぱりね、あれする限りははっきりズバリと言わないと、ね、つまりその一切分かれる以前の言うから、また一元と二元と分かれる以前でもある。一元と
人間と。これが分かれる意味じゃない。まあしょうがないから絶対一元とでもいい。絶対一元。単なる一元ならばね、もう言葉さえも使えない。ところがね、それの分かれる以前の生命の実物ってのは絶対一元なんだからね。だから自由にこの言葉を使って、そしてできるだけはっきり言い表そうっていう、私のあれもね、分かれる以前だろう。分かれての、分かれた後の一元って、これはもう何とも言えないっていうだけでした。これの絶対一元の中で、一元も二元も多元もあらゆるものを自由に使いこなしてっていうところが一元、絶対一元なんだろうね。だからそこは一生懸命いかにズバリというべきかって言ってね、苦心しなきゃならないとか。ほんだから絶対一元の中の深さですよ、問題は。でこれがね、西洋の言う意味のレアリズムのレアリと、それから今私の言う生命の実物との違いだ。でこの違いがね、だからこれもうここで何遍も話したいんですよ。しかしながら大概それほど重要なことだとは思わないで聞き逃してんだろうと思うから、あえて。でところがその違いがね、はっきりしたってことは大変だと。というのはこの実相とかね、生命の実物とか、こととレアリズムの違いを言うことによってだ、初めてこれがね、この仏教の言葉がね、英訳できるってことだね。今英語にはね、レアル以外にないらしいんだ。そうするとね、そんな分かれる以前の実物なんてものは英語には外人には全く考えも見ないんだから、言葉がないのが当たり前だ。その言葉のない世界に向かって翻訳するってことは大変だ。でまあしょうがない、出会うってことをでもって翻訳する。しかしながらその翻訳には必ずね、注釈つけてもらうわけだ。いわゆるレアリズムのレアルとどういうところが違うか、今私が話したような注釈をねつけて、初めて翻訳もできる。でこのあれですね、翻訳っていうことは難しいんだ。例えばね、英語のマザーっていうの、マザーじゃねえ、ワイフっていうの、日本語でもって細君って訳す。または日本語の細君を英語でワイフっていう。昔なら日本語の細君と英語のワイフとじゃよっぽど概念が違うんだからね、中身が。この頃になってようやっと少し似てきたようだけど以前は全く違う。少なくとも日本語の昔のね、大和撫子と言われる女性たちをの細君の場合は、少なくとも細君の中に女房っていう意味もあると同時に、お母さんという意味もあるんだし、それから仕立て屋という意味もあるんだし、下女という意味もあるんだし、それからあれですね、まあいろんな概念がそこに加わってる。だけど英語なんかの場合、ワイフっていう場合、マザーとかね、下女なんていう意味は ないらしいんだ。その頃は違う。
この頃は、まあ、あの外人並みになっちゃって、だから大和なでしこっていう女性がいなくなった。でつまりね、その今言うことによって初めてあれですね、生命の実物も、あるいは処方実相とか診療実際とか予実とかっていうのを英語に注釈をつけることによって翻訳できる、これ大したことだっていう話したんだ。そんな翻訳だけの話じゃない。今解説のはもっと宗教の問題として大切だ。我々の宗教生活の問題として今言ったことをはっきり認識するってことは素晴らしいことだ。というのはね、どういうことかというと、今生命の実物って、そしてところが、私は そんなねお粗末な人間でして、そんな生命の実物なんていうね、この私とても到達できませんって、そういう人がいるじゃん。これはあのお粗末って、お粗末はお粗末なりにそういう処方実装だ、そういう生命の実物だ。それからそういうふうに卑下する、卑下は卑下なりに生命の実物だ、そういう処方実装なんだ。そうするとね、生命の実物、私は とてもダメですとは言えないってことだね。誰でも彼でも生命の実物に生きてる、これは間違いないんだっていうね、いうことですね。これが宗教のとして一番大切だ。だからその宗教の問題としてね、そこには不合格落ちこぼれがない。不合格落ちこぼれがなければこそ宗教が、それでね、悟ったやつだけが救われて、迷ってるやつは救われないというのは、これはもうあの宗教が読めないんだ。合格不合格の話なんだ、試験勉強の話なんだ。そうでない、誰でも彼でももう絶対一元のあれですね、生命の実物を生きてる、もうここからは逃れようがない、落ちこぼれようがないって、そこにもう決まらざるを得ない、これ卑怯だね。そこに決まったらもうそこに落ち着くよりもしょうがない。そうするとそういう運転をしていくっていうのが今の卑怯気分だよ、ね、だからもう今の話はっきり言うことによってどれほど素晴らしいのかって、そこそこよくあのじっくり考えて、あの振り返ってもらいたい、ね、でそういうね、人生っていうのはその絶対的にここへ落ち着くよりがしようがないところへ落ち着くっていう話が、この、仏性の巻の第一章のね、あれですね、一切修行しつ仏性という話だ。まあ釈迦牟尼仏いわく一切修行しつ仏性如来成就無変訳。ところがそういう生命の実物はね、そういうふうに固定してるもんじゃない、量にあらず熱にあらずね、固定してるもんじゃない、自国国だ。それがあのだから国国に卑怯運転していかなくなる。その話が9ページのこのケリスコでいう9ページの下の段の左から右に8行目、仏に行くが仏性の身を知らんとおっせば交換自節因縁、自節なくし仏性厳然という、その話だ。この前やった、結局これは普通はまさに自節因縁を観ずべしで読むんだけど、道元禅師はそう読まれる、交換自節因縁、交換の塔は小塔の塔、ね、まさにそれ
ズバリ衝動のことだから自節因縁もまさに衝動衝動自節因縁それが第2章の話だそしてさらに今日のところね、今我々生命の実物として落ちこぼれようのない絶対一元だと言ったところがこの絶対一元は今言うように一元と二元と分かれる以前一元と多様と分かれる以前でしょだから絶対一元ってもう全くベタッとしてるのかというとそうでないあらゆるものがあるそれがだから仏性級絶対一元の代替は千賀大地海底混流三昧六通有事発言と言われたそこは出てくるまあしかしねもうちょっとそのこの第三章のね話に入る前にね申し上げておきますとねこの絶対一元の仏性界に生きるこれこそがねその道元禅師の仏法の根本だと思うそれっていうのはねその道元禅師に、まあ、一生随時されてそしてまた、まあ、みんなよく知られているのは聖宝現像随文記本を書かれているね恵上禅師ですね二祖恵上禅師この恵上禅師はね随文記はもう道元禅師についたほんの初期の話、まあ、道元禅師の言葉を書いたそれで恵上禅師自身の本としてはね光明像三昧っていう本がただ一冊あるわけあの私は沢木浪士からこの光明像三昧をについてね何遍もあの話聞いてるわけですが沢木浪士はいつもこの光明像三昧をね提唱される前置きの言葉としてね二祖恵上禅師はもう解散道元禅師がね、もうすべてのことを書いておかれた。聖宝現像にね、すべてのことを書いておかれた。だから自分としては何も言うことはない。しかしながら、道元禅師の一番大切なことはここだっていうことだけは、どうしてもやっぱり書き残しておかれた。それで書かれたのがこの光明像三昧であって、ね、それをね、光明像三昧の話される。時にはいつでもそれを前置きにして話されるでこのねそういう意味で光明像三昧というのは道元禅師の聖宝現像のいわば本当にエキスをね恵上禅師がこれだけは大切という意味で書いたして読むと読み始めてみるとねこれがまた面白いですね。この光明像三昧のね、一番初めの言葉にはこうある。聖宝現像中に光明の巻あり。今さらにこの一点を示すことは、ひとえに仏家の面目は光明像三昧になることを脱退ならしめんとなる。だから、聖宝現像の中にもね、光明の巻っていうのがあります。いずれここでもやりたいと思います。ところが、さらにね、光明
上の断末に僕はね書こうというのは、今さらにこの一点を示すことは、ひとえに仏家の面目は光明堂三昧になることを脱退ならしめるとなる。一番大切なのは光明堂三昧だ、だからだということですね。で、これ九三入室の人の利用下駄の先行密用なる。この本当に仏教仏法の道具に入った人の本当の意味のね、事業を受けた、まあ、自分のための業、あるいは人のための業ね、そういう、それのための先行密輸って本当に一番根本の、密かにする業ですね。つまり本当の意味の宗教生活、私の言葉で言うと。でこれ光明像とは、諸物の本源、地上の本能、それから万法の全体にて円覚な人数大光明像なり、諸物の本源というのは仏さんの根本、それから地上の本能、あらゆる一切地上のね、また根本、万法の全体であって、その円覚の人数大光明なり、大光明像なり、その円覚っていうのは、私あれ円っていうのはね、窓か、これ端前になるっていうことはね、もう自分で完結してるってこと。それから円覚の人数、人数って数字がいいんだ。ふんづまりしてるな、そういう自由自在なその生命の活動なんだ。だから三神式不問人数の初段前のも皆この中より権限した、あらゆるね働きがね、この大光明堂三昧から出てくる、こういうんですね。これをね、だからまあ、正午限度の光明の時にも、ね、言いたいと思って、光明っていうとね、何かこうピカッとね光るもんだと決め込んで読むから話が違う。その光明って言って、そんなピカッていうのはそういう物理的な光はね、これは仏法の話じゃないもん。仏法の話の光明ってそんなもんじゃ、あるいはそのあれなんていうか、仏さんの仏像にこう光背っていうのがありますね。あんなもんだ、その人その悟りを開いた人でいうと、その向こう側にこういう大きな光背でもある人だね、思って、そういう光背のある人間になりたいっていうのは、これはもう俺の話じゃなくなるの、他人の話、そうじゃないの。今ね、その事実我々そう今言ったような絶対一元の生命の実物っていうね、これが大光明、そういう大光明のね深さを深めつつ生きる、この正法現像の像でもね、大光明像、光明像、乱舞の像、像っていうの場合で、これ、本当は隠すってね、いう意味ですね、持ってて隠れてる、そういうのだから一つの深さですね。で、そういう事実、我々そういう光明に生きてる、今言うようにもう私がそんな光明はダメですってね、そんなも卑下は許されない、私はお粗末ですでしてっていうね、そんなことは許されない、もう誰でも生命の実物に生きてる、これはもう間違いない、実物なりに生きていないんだからこれ事実こうしてある限りも実物なんで、そういう実物でさっきも言ったように、
もう落ちこぼれようがない。でもう決まっちゃったらそこへ落ち着くようかしょうがない。その落ち着きっていうのはもう決まったもん、上にあるとかね、決まってあるんじゃない。あれそれじゃないんでもない。どこまでもそれを深めていくっていう意味においてある。それが光明道なんだよね。だからこれ、これは今の話はね、大体宗教生活の話ですね。この日々の我々の宗教生活の話ね。この証拠面倒って難しい。どの辺の境界かって、そんなこと言うから話はもう他人の話だ。自分に当てはめて本当に味わってないからね。そんなんだったらもう証拠面倒の話にならない。それでその光明道三昧はね、今諸仏の本源、修行の本の万法の全体にして、円覚の神通大光明道の三心七不問神通の諸三昧も今この中より顕現するっていうのがあるけど、これはちょうど今ここで言う天下大地、海へ混入、三昧六通有利発言。それとちょうど符合してるでしょ。この何から何までね、我々の生きてる世界はこの生命実物そのまんま。しかも我々の三昧六通不問人数の諸三昧もみんなこの中より権限する。だからね、この今当面これから読む第三章の仏性界の話はね、下乗禅師の言われる絶対一元の生命の実物に深まりつつ生きるっていうね、光明道三昧の話と思い合わせざるを得ないんだ。でまたそういうつもりで読んでる。だから決してね、普通その今その辺の仏教者を見ると、そうするとあのそういう光明道三昧は仏道修行、長い仏道修行によって初めて得られる深い境地というようなことを書いてあるね。そういう風な話を無謀外持ってっちゃ全く証拠面倒は当たらない。今絶対事実として我々どっちへどう転んでも落ちこぼれようのない生命の実物を生きている。だからこそこの生命の実物を時々刻々できるだけ行じて生きる。これが必要気象運転です。必要気象運転ってまた私が言うと、自動車運転みたい、運転する当人とそれから運転される道とっていうね、まあ、2つに考える。そうじゃない、今飛行機運転という場合に、ね、生命の実物の飛行機運転というと、運転する方の本人とされる京都向こう側と分かれる以前だ。だからそこでもって話はちっちゃいね、頭の雑把な人にはちょっと分かりにくいと思う。しかし、ね、事実そうなんだ。みんな今我々も生命の実物そのものを生きている。どっちに転んでも生命なんです。この生命の実物を生命の実物としていかに生きるか、これだけ。だからそうなると一体どうなのかというと、しかって言うんでしょうね。その、あれだ、あの道元禅師のね、根本はやっぱりしかんです。だからどこまでもね、決して他人の話として関連的な、この辺深い境界っていう向こうの関連的な話に持っていっちゃうのです。今私自身の宗教生活の話として、どこまでもこの証拠言動全体そういうつもりで読んでなくちゃ。さて、もう時間は半分だ。ちょっと前置きやった。それから第12層の妙尊者、第13層のために仏性界を特には、要するに仏性っていうね、絶対一元の大会、それはどういうものかっていうと、千賀大地、海へ根性、
たる千賀台、あの淡水町の巻っていうのもあったでしょ。淡水町の巻っていうのもそう、これ生命の実物っていう、生命の実物としてあるっていう、我々のね、あの住んでる千賀台、千賀台って山や川だけじゃないんです。あらゆるもの、あらゆるものは生命の実物としてある。結局だから、あれですね、西洋の考え方じゃ主体と客体とって二ついうわけです。そしてそれが関係し合うことによって一つの生命体験が出てくるとこう考えた。ところが仏教はそうじゃないんだ。初めにあるのはこれだけなの。初めにあるのも後にあるのも、もう全部これだけなの。生命の実物だけなんですね。それを二つに分けたらもうあの話は死んじゃってる。たったは我々のそのたった一つの生命の実物っていう体験ね、生命体験、それをにおいてあの全ての存在は向こう側に一応ある。そしてまた同時にそういう向こう側をこの体験しながら私は生きた、そういうたった生きた生きた代物ですね。生きた生、だから生命の実物って生命、この生きてる、それを一旦分解したらもう死んじゃうんですね。いや、お医者さんがあの人体を解剖するじゃん。そして分かったって言って、それじゃあその解剖した人体をつなぎ合わせて生きるかってまあ結局生きない。そうすると、まあ、今の西洋の医学っていうのはこの生きない話をしてるってことだ。あの、どうせね、あの分解しちゃったらもう死んでるんだ。でそれに対して仏教の場合はあの生命の実物だけって見てるね。そしてしかしながらこれの中にその一応主観と客観とって分けたらこれが真だ、これが法だ、で一心一切法、一切法一心、心法一如、こういうね。だから法っていうんでもね、まあその辺の仏教の本読みは大概存在ぐらいしか書いてない。あらゆる存在、万法、それから法則的なものという、そういうようなことを書いてあってね、普通の仏教の方は。で神保一如というのはそれじゃあもう全く違う。大切なのは神保一如、もう分解できない。だから千賀大寺海へ本流三枚木通有事発言、ここより発言で三枚っていうのは大体あれですね、この全てのものを一緒にこの定めて動かないっていうところは上、だから上あるいは等に等しく保つ。要するに全ての万法を今私の生命の実物っていうものに全て収めて、それが何六通っていうのは、六通っていうものの仏さんや菩薩たちがね、上への力によって得る六種の力、迅速通、それから天元通、天理通、家臣通、宿命通、路人通、ある。まあそういう三枚のまあ当然ね、本当は六人ずつでも、まあ全ての働き